Dagwon no uta. Genei Uchuujin, go home Seijin, toujou. ニュースターミナルの時間です。今日もゴーホーム政治に関するニュースからお送りします。日本中のほとんどの家庭や職場に突如としてゴーホーム政治が出現してから今日でちょうど1週間が経ちました。さすがにもう慣れてしまったという人もいますが、気味が悪い、何とかしてほしいという声も警察やマスコミに数多く寄せられています。実はこのスタジオにも1匹いるんですが、カメラさんお願いします。ご覧の通り、今もテレビモニターをじっと見つめています。一体彼らの正体は何なんでしょうか。今回の宇宙人ばかりは俺たちにも手のつけようがねえよな。テレビの前に座って番組を見てるだけ、触っても手が突き抜けちまうし、実体のない幻みたいなやつだもんな。そしてテレビが消えている間はひたすら寝ている。実害はありませんが、とても目障りです。でもさ、時々いなくなることあるよな、あの宇宙人。そうそう、テレビ見てるとたまに5分くらい姿が消えてたりすることあるある。ニュースターミナルの時間です。都内のあるご家庭で3日前にゴーホーム星人を完全に追い出すことに成功したという情報を我々取材班はキャッチしました。本当なのでしょうか。そのご家庭をミオちゃんにレポートしてもらいました。ご覧ください。こちらがゴーホーム星人が消えたという長澤さんのお宅です。お邪魔します。長澤さん、お宅にもゴーホーム星人はいたわけですよね。それがね、ある日ビデオを見始めたら姿が消えて、それ以来二度と現れてないんですよ。何のビデオを見てらしたんですか。娘がね、幼稚園の発表会で合唱した時のビデオをおじいちゃんとおばあちゃんが一日中繰り返して見てたんですよね。なるほど、そしたら消えてしまったというわけなんですね。そうなんです。あの宇宙人には我慢がならん。昨夜私がジョン先生のスーパー英語講座を見ていたら、横にいたあいつがテレビを見ながらよだれを垂らしていたのだ。いいじゃねえか、よだれだって幻なんだからよ。幻だろうが不潔だ。わしの家は運が悪い。大抵一家に一匹ずつ居ついとるそうじゃが、なぜかうちは三匹もおるんじゃ。あまりに邪魔なんで蹴飛ばしたら、ひっくり返って尾てい骨を思いっきり打ってしまった。昨日のニュースで言ってたよな、子供の合唱のビデオを見てた家で宇宙人が消えたとか。言われてみると、やつが一時的に姿を消すのも子供番組の放送中が多いようです。子供の声の波長があいつらの弱点なのでしょうか。よう、マリア、ちょっと手伝って。なんだよ。名古屋かテレビに勤めてるおじさんに頼まれたの。近所の子供をなるべくたくさん集めて明日テレビ局に連れてきてくれって。はぁ。ニュースターミナルの時間です。ゴーホーム星人の問題に関して当名古屋かテレビの戸部編成部長から皆さんにお知らせがあります。我が名古屋かテレビでは明日子供たちの歌を朝から晩までエンドレスで生放送することに決めました。名古屋かテレビをずっとつけっぱなしにしておけばゴーホーム星人がいなくなることは確実です。これでうちの局の視聴率は当然ながら、とっととにかくゴーホーム星人でお困りの皆さん、明日は一日中名古屋かテレビにチャンネルを合わせましょう。はあ、俺テレビ局のスタジオって初めてだぜ。あそこにいるのが私のおじさんよ。いやあ、マリアちゃんご苦労様。さあ、良い子のみんな、宇宙人を見事に追い払えるかどうかは君たちの歌声にかかっているんだ。元気よく頼むよ。本番行きます。よし、みんな、ここは一番バッチリと歌いまくろうぜ。